ハルスラム。どうも、ハルです。今日紹介するのはジャン、ファイナルメモリアルパックエピソード1、エピソード2、エピソード3編入ってくるね。ついに発売されましたね。やったー。このパックはね、すごいいい方が入ってるんですよ。そのビクトリーがね、なんと12種類採録されています。レジェンドも1種類、勝利のレジェンドガイアル。狙いは何なんですか？ビクトリーの再録が多いからね。新しいやつがいいよね。うん、でも新しいやつはレジェンドしかないから。はじめさせて、開けていきます。うおー、2017年1月発売。ワンボックス25パック入りですね。お、25パックなんだ。うん、もう1パック2枚入りっていうね。ペラペラ。はい、速攻で終わっちゃうという。そうなんですよ。まあでもいいカードばっかりだからね、開けていきましょう。1パック目、おお、いきなりスーパーレア枠、決着の流星ジエンド、ラプソティ。いいね、ラプソティ。2パック目、いきなりなんかスーレア枠来ましたね。流星ジエンドですね。グラゼロ。おお、ビクトリー。早くも。おお、いいね、これ。やったやった。オルクサンダー。サーキッククリーチャーですってことは裏がある。やった、これ限定イラストだからね、すごいかっこいいですね。いいですね。教団崩壊後の出雲の誓いが書いてある DNS バッグ、あったな、出雲時代。出雲時代。3パック目、シルバースコップ、カレーパンマスター、切り札買った。これめっちゃ再録されんな。ブラックボックスとかさ。4パック目、ミスタードーナツでもなんかあったね。あったね。お、勝利のプリンプリンの限定イラスト。おお、いいじゃんこれ。まあ数次第そこまで強くない。こういうのがいいと思います。ガチンコルーレット。あの、そっか、今回勝利のガイアールカイザーとか流星も入ってるのか。5パック目、おお、出た出た出た、眼力インディコカイザーです。戦慄のプレリュード。プレリュード出ましたね。無色のコストを減らすやつですね。6パック目、レオのいただき、ザ・ライオネル。きたー、新規カード。これ新しいやつじゃないの？そうなんですよ。やったじゃん。やった、これめっちゃもう嬉しいんです。すごく普通。ナチュラルトラップ限定イラスト。7パック目、お、やっと新規の SR 来ましたね。とっても嬉しい。お、出た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 、ボーイズトゥーメン新規カード。アウトロー、ドンカツ丼来た。ドンカツ丼懐かしいな。これカスキングマックス出る流れだな。7パック目、しゃっ、来た、支配のオラクルジュエル、かっこいいね。ゴーストタッチ。8パック目、今回のパックなんかすごいな。万能カードしか入ってない気がする。ほら、こうやってフェアリーホールとかね。ああ、これ綺麗だね、グリーンで。いやー、来ましたね、揃いましたよ、サンダーディーが。これ2枚でセットになるやつね。やったサイキックって3枚のセットのやつなんで、ね、あー、そう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 、これ2枚セットのやつね。これがダークサイドっていうね、エピソード1のパックで、迫力あるね。2人組でございます。いや、ボルクサンダーのイラストがかっこいいですね、今回。はい、サイキックの能力。このクリーチャーカードアタックするときに相手の手札を未来1枚捨てさせる。その後、その捨てたカードよりコストの小さいクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出す。すっごく万能ですね。万能カードでございます。ボルクサンダー単体能力もすごく強いんで、この2枚とってもおすすめですね。10パック目、記念すべき10パック目でございます。またまた師匠のいただき、カイザーバキ出たよ。カイザーバキ、これいいの？うん、強い強いの。もう出たら最強。おお、なんかすごいいっぱいいいカードが入ってるな。やばいやばい、このパックやばい本当に。はい、009出た、009。
サイボーグですか。11パック目。いやー来たなー、バキバキバキ、嬉しい。おお、出た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 、来た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 、復活の祈祷師ザビミラ、ゾビミラです。スーパーレアワーク、これ懐かしいな、ディスティニー流星。おお、すっごく懐かしいですね。懐かしいね。12パック目、うん、僕がねデュエマ始めたての時にね、このカードは。そうだね、来ました、勝利のレジェンドガイアール新規。これ新規、新規のレジェンド、レジェンド、すごいね。このパックほんとすごいよね。すごい破壊力だな。うん、しかもこいつ、このねガイアールがすごく強いんだよ。アタックするたびに超銀河ヘル級の技を打てるという。超次元ブルーホワイトホール、13パック目。いやー、このパック最高。もうイエーイ、ジャスティス。何ですかこれ。ジャスティス、読みのやつですね。新規カードはやったね、トランスサクション、パルサー、アウトレイジ、まだ生み出されていたのか。14パック目。うおー、いいなこのパック、マジで燃えるわ。あ、突っ張り騎士、これ裏は、そう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 、これもサイキックですね。けどもこれ持ってんだよね全部。あ、そう、シューティングホール、シャチコ、シャチコだったらねまだねいいんだけど、突っ張り騎士だと需要があんまりないんですよ。15パック目、ビクトリコ、ビクトリ、ビクトリ、もう出ないでしょ。出ないよね。ホワイトグリーンホール、いいよ、このホール系のさ、ホイールがいいよね、かっこいいですよ。そうだね、いい色だね。はい、逆転プリンセス、プリン、懐かしい、こいつも懐かしい。16パック目、すっげえな、もうすべてがもう詰まってますね。また来たの？不敗のダイハード流星。うおー、マジか。来た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 。これすごい。来た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 。めっちゃ強いです、めっちゃ強いです、めっちゃ強いです。すっごい強い。やばいやばい、来た来た来た。欲しかったんですか？ダイハード。やった。で、はい、魂の大番長クワトロファンク。すごいね、このパック。わー、やばい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 。17パック目。うおー、マジか、このパックすごい、本当にすごい、本当にすごい。あ、新規ですね、ドラゴンリーカツ丼ヤング、いいね。マキシマムブロンズホルモン、正々堂々。18パック目。やばい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 。カオスウィッチアリス、これ見たことある。やった、これ揃ったぞ、激流を揃いましたね、ブーストグレーンを。僕ね、ガイアールカイザーもドラゴニックピッピン持ってるんですよ。お、揃った。ビクトリーの、ビクトリーのそのサイキキリンクがまた揃いました、ね、これ3枚目がなかったんだ。なかったんですよ、ブーストグレーンだけがなかった。はい、見つかりました、1枚。あ、これが一番上だね、ガイアールカイザービクトリーです。ちょっと真ん中のが見つからなかったんだ。ドラゴニックピッピーで真ん中入れて、これが一番下と。あ、もうこれはこれで成り立ってる、ちょっと成り立ってるんじゃない。なんとなくね、サイキックのってさ、真ん中抜けても成り立つんだよね、映画で。ガオなんとなく、なんとなくね。チビドラゴン、19パック目、9パック目です、9パック目。おお、超次元ガイアールホール、いいね、ガイアールホール嬉しいね、かっこいいね。うん、ジオブロンズアームドライブ、ブロンズアームドライブ、強化版ジオつきましたね。エースべき、20パック目、ビクトリーが入ってないから。あ、出ましたね、お目覚めメイ様、これ見ただけで分かっちゃった。あ、メイ様、いいね。なんとこのカードはあれだよね、これプロンパックの中に入ってるブータンポップだよね。おー、絵柄がそうなんですよ。いいね。そう、ついにこのブータンポップが採用されるとは思ってなかった。このまんま出てくれたの嬉しいですね。12パック目、勝利の流星カイザー、え、限定のイラストですね、すごい。これもサイキック、サイキック、さっきの勝利のプリンプリンの、おお、一番下です。すごいじゃん。なんこれ、すげえ、なんだこれ。あ、そしてプリンセスプリンの限定イラスト、これもプロモのまんまですね。カイザー出てくんないから。22パック目、ガイアルカイザー出ればそうなんですよ、ちょうどサイキックリンクでね。
無法のレイジキリスタル。ニヤリーニヤリニヤリ。3拍目頼む。ガイアルガイアル。おおいいねいいね。ビクトリー出せるやつだ。ゴールデンツインズ鬼修羅。これ初かぶりじゃないの。ラプソディ24拍目頼むビクトリーよ。もう1枚欲張り。いや本当でもこのパック開けるとよく、ああ来たね。欲がどんどん出ちゃう。うん、最強のバイオン世界の、はい、もう万葉性抜群超次元ガラスホール。いいねこのカード使いやすい。これプロモだったっけな。パーフェクトマドンナアベマリアですね。あーこの絵柄は初めて見た気がする。メカデルソルの使い手でジタネーション。ラストですね。ガイアール出ましたよ。はい、もう出ません。踊るニードル。あ、ニードル。カレーパンボーアイ。っていう破壊力のあるパックだ、これ。箱でこれってやべえな。こんなの初めてだよね。まず合計ビクトリー、レジェンドが1、2、3、4、4枚。で、スーパーレアックが1枚、2枚、3枚、4枚。合計8枚のスーパーレア異常枠が出ました。なんだこのパックは。大盤振る舞いすぎないか。大丈夫か。すごいぞ。しかも僕の欲しかったスーパーレア2枚とも出ました。いやー、このファイナルメモリアルパックを紹介しました。いやー本当にこのパックとってもいいパックなのでね、皆さん買ってみてください。でろん、さよなら。やばい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 。